若柳駅付近空中写真より、駅名標信号テコ2面3線のホームと、留置されていた電車若柳駅は、宮城県栗原市若柳屋座川北塚の根にあった、栗原電園鉄道栗原電園鉄道線の駅。2007年、路線の廃止に伴い、廃駅となった。栗原電園鉄道の本社と、車両基地があり、同鉄道の拠点となっていた。廃線後は、 栗原田園鉄道の車両を保存する栗原田園鉄道鉄道公園として活用されており、レールバイク乗車などができる。地上駅、線路はほぼ東西に走り、駅舎は南側にあった。ホームは、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合わせて二面三線があり、単式ホームは駅舎に接して敷かれた線路の八千畑方に、島式ホームは、 駅舎から北側へ、構内踏切を渡った荒町方に互い違いに設置されていた。二面三線のホームを持つが、末期はここでの列車の行き違いは行われておらず、駅舎に近い単式ホームに上下すべての列車が発着した。このため末期には、島式ホームは普段使用されておらず、特に一番北側の乗り場には当線が、電気鉄道であった当時使用されていた電車が、 留置されていた。この田あたり駅は側線を多数持ち、機動車や電車などが置かれ、機動車の夜間対白場所としても機能していた。駅舎荒町方にある切り欠き機ホームに置かれたままとなっている2両の電車は自転車置き場として開放されていた。開業当初からの木造駅舎は1階建てで、内部には待合所のほか窓口があった。澤部ーー駅と同じ図面から作られており、 同じ形をしていた直営駅であった旧若柳町市街の北の端にあり、駅の南に銀行や商店などの商業地がある。南を宮城県道4号、中田栗駒線が東西に走り、さらに南西には若柳大橋が狭間川に架かる。2010年に栗原市は当駅を鉄道公園として整備した。駅舎の再現にあたっては、 解体された、沢部駅の部材が使用された。2017年4月1日からは、クリデン、ミュージアムとしてリニューアルした。2015年から着工、総工費7億円、建築面積1300平方メートル。また、施設としては、資料館、車庫、係員詰め所が併設する。資料館のジオラマは、運行区間だった石越から、細そう。 マインパーク前間の26キロの沿線をジオラマで模型車両を走行させる。機関車庫では陳列された車両前方に1回500円の運転シミュレーターを設置し、席に座って制御機の操作で CG による1960年から1970年の情景が再現され、次々に映し出されるようにしている。ミニシアターでは路線の歴史をドキュメントで上映する。また、 2007年の廃止直後に調査した際、駅舎で使用された19世紀末の欧米製のレールが駅構内の倉庫に保留していたことが判明している。2017年に再確認された上、さらに九州内の鉄道開業向けで作られたレールが存在していたことも判明。これらのレールは歴史的に貴重な資料として、クリデン・ミュージアムに展示予定。旧駅構内には、 以下の車両が保存されている。このうち、KD95 型と KD11、DB101 は、自力走行できる状態にあり、定期的に、胴体保存活動を行っている。車両の詳細については、栗原電園鉄道線車両を参照されたい。栗原電園鉄道栗原電園鉄道線、荒町駅若柳駅や千畑駅。ありがとうございます。